強力な後処理ツールが登場って書いてますね。はい。機能にはね、星補正、ノイズ除去、星除去などがありますと書いています。こんにちは、すみやです。今日は昨日撮影したね、スマート望遠鏡の画像を比較してみたいと思います。あ、その前にね、ドワーク3が新機能を 発表しましたね。まだベータバージョンで iOS だけにしか対応してないので、私の環境ではね、まだ試してないんですけれども、とりあえず、機能の紹介だけ見ておきたいと思います。まず、新機能が、ステラスタジオという名前になってます。まあ、簡単に言えば、後処理をね、いろいろできるという機能のようです。はい。 強力な後処理ツールが登場って書いてますね。はい。機能にはね、星補正、ノイズ除去、星除去などがありますとか書いています。星補正というのは多分ね、星の大きさを小さくできるんでしょうか。BXT のようなね、機能だと嬉しいですよね。はい。それからノイズ除去がね、今までもあったような気がするんですが、 今まではね、撮影途中に最後にノイズ除去をやってくれるっていう機能があったんですが、そのノイズ除去をした後にも、さらにノイズ除去ができるんでしょうかね。あるいは、ノイズ除去してない画像を後でノイズ除去ができるということになるんでしょうかね。ちょっと実際使ってみないとわからないですね。はい。それから、星除去っていうのはよくわからないんですが、 星雲だけを浮かび上がらせる機能なんでしょうかね。はい。PixInsight などにもね、そういう機能がありますので、ひょっとしたらそういう機能かもしれませんが、ちょっとね、実際使ってみないとまだわかりません。ホームページアルバムから直接この機能にアクセスできますと書いてますので、Dwarf3 のアプリのアルバムを開いてね、実際の画像を見ながら修正ができると。 いうことなんでしょうね。はい。それからバグの修正も起きていて、ダークを完了した後、無限に回転することがなくなりました。ダークファイルを撮影するときになんか無限に回転するバグがあったようですね。それから、アトラスのメシエカタログと NGC カタログの正確なデータ更新。なんか間違いがあったんでしょうかね。 更新されているようです。まあ、これがね、新機能とバグ修正の中身です。実際の使った動画はこの後またね、作りたいと思います。まず、昨日撮影したね、ドワーフ3の画像を見ていきましょう。アルバムを見ればいいんだね。はい。これです。これはね、今日の4時10分に撮影が終わっているものですね。 それから、これは多分ね、カニザのプレセペ星団だと思います。M44 ですね。それから、これはね、昨日の20時36分、星ドラ,ライブ中にね、撮っていたものですね。はい。ちょっと中心の星が流れているので、あんまり大きくしない方がいいね。はい。次はね、シースターに行きますね。 はい。シースター S30 を立ち上げます。スマホで S30 が今つながっています。じゃあ、昨日のプラン見てみましょうか。昨日のプランはこれですね。はい。M100。22時30分から4時30分まで。はい。ビュー。あー、M100 映ってますね。じゃあ、ノイズ除去をやってみましょう。 AI d ィノイズあ、ちゃんと出てますね。M100 の横にもなんか別の銀河が映ってますね。はい。ちょっとボケボケですね。はい。うん。コントラストを上げた方がいいな。コントラストを上げると、一応銀河らしい姿が見えてきますが。はい。 M100 の隣の銀河も入れとくか。はい。ちょっと星が肥大してるような感じですね。ちょっとリセットしとこう。 こんな感じでどうでしょうか。保存しておきましょう。はい。保存できました。じゃあ S30 はシャットダウンします。で、S50 を立ち上げます。S50 のプランを見てみましょう。これもね、M100。 22時40分から4時40分まで6時間コースですね。はい。ビューを見てみましょう。おお、こちらの方がやっぱりね、大きく映って綺麗ですね。ちょっと中心からちょっと外れたところに別の銀河も映っているんですが、もうギリギリですね。はい。じゃあ AI ノイズ除去をやってみましょう。 はい。綺麗に出てきましたね。はい。これで一回保存しておこうか。はい。それで、明るさよりもコントラストを上げるといいな。うん。コントラストを上げるとなかなかいい感じですね。で、明るさを、ま、下げなくてもいいか。上げると、 うん。少し銀河らしい姿が見えてきますね。はい。なかなかいい感じじゃないでしょうか。はい。で、これで保存しとこう。それでトリミングはやはり1対1でいいよね。はい。1対1で、はい。これで保存しときましょう。 エアードライヤー銀河。バッテリー残量が少なくなっています。電源を接続してください。失礼しました。シャットダウンしています。怒られました。銀河がいくつか映ってますね。はい。エアードライヤー銀河。この後ね。 実際に撮影したものを詳しく紹介しますのでご覧ください。どうぞ。 本日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。さようなら。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。あ、S50 ないね。A A A 中小小